小学校2年生の時に小学校で書いた作文というか、なんかなんていうんですかね、そういうのにはすでに将来サッカー選手になるって書いてました。3歳年上の姉がサッカーをしていたので、もう幼稚園の頃からボールを蹴り始めていました。お姉ちゃんみたいにドリブル速くなりたいとか、シュート強くなりたいとか、そういう感じで思ってやってましたね。世界で活躍されているプレイヤーっていうのは、どの選手もこうリスペクトできますし、日本人ならやっぱり誰もが澤穂希選手を尊敬して、まあ、私自身も代表でもそうですし、クラブチームでも何年も一緒にプレーさせてもらったんですけど、いや、サッカー選手としてもすごいですし、さらにそこにこう人としても尊敬できる部分っていうのがあって、もう大変魅力的な選手であり人です。やっぱりアスリートの方のそれぞれの大会での結果だったり、もちろん経過だったり、そういうのを見て本当にいつも刺激をもらってます。あの大会はもちろん優勝したいっていう気持ちを持ってみんなで挑みましたけど、まあ、予選でイングランドに負けてしまって、準々決勝の相手がドイツになって、でもやっぱり開催国だし、ワールドカップ優勝の経験もあるし、そういったチームと当たるっていうことの怖さみたいのもあったんですけど、でもそれをこう跳ねのけてドイツに勝った時に、優勝できるっていうよりは、よし、もうこのまま行こうっていうチームの雰囲気はありましたね。まあ、結構いろんな方にやっぱりあのスウェーデン戦の2ゴールのことは言われるんですけど、私はそのことよりはもう勝ったっていうことの嬉しさの方が上回っているので、本当に2011年で2012年のオリンピック、2015年のカナダワールドカップではアメリカと決勝戦で対戦することができて、なんかもう自分でも今振り返ってみると本当夢だったんじゃないかなって思うような出来事ですし、でも間違いなくアメリカの存在が私たち日本を強くしてくれたので、Has runners coming, plays the cross, and it's in! Seattle grabs a third, and it's Kawasumi. Kawasumi plays it back, Rapino kicks it in, and it is onside! Unselfish soccer here! とにかく海外でサッカーがしたいなっていう気持ち でやるならやっぱり世界一のアメリカだろうっていう気持ちがあったので、まあ、そうい こう最初はやっぱりチャレンジする気持ちでアメリカに行こうって思いましたね。アメリカの生活はすごく楽しいです。アメリカの方が日本にいる時よりも時間がゆっくり流れてる感じがして、人もすごくおおらかでせかせかカチカチしてない感じが自分自身にはすごく合ってるなと思うので、思い出いっぱいあるんですけど、どうだろう、
スカイブルーに来てこれ言うのも何かもしれないですけど、やっぱりリーグで来て初めて点を取ったのがスカイブルー FC 戦だったのでそれはとてもよく覚えてます